はい、おはようございます。おはようございます。アレリア、はい、アメン。おはようございます。アキオさん、おはようございます。アレリア、はい、アメン。おはようございます。あのキューちゃんの番組が、はい、に入れないんですけど。あ、入れない。 なぜ入れないんでしょうかね。出てこないんですけど。出てこない。あ、おかしいですね、はい、一応ね、あの始まってるはずなんですけど。今放送中ですか？皆さん、あの、はい、秋夫さんの声聞こえるでしょうか。あのバランスは、音のバランスを教えてください。秋夫さん喋ってみてください。はい、どうすればいいでしょう。まあおかしいですね。いや、ちょっと重いのかな。重くて入れないのかな。あ、入りました。入りました。あ、そうですか。今やっと、あの、すいません、0分経過ってなってます。あ、そうですか。で、ニコ生をミュートすればいいですね。そうですね、はい。秋夫さん、お元気ですか？はい。おかわりないですか？どうも、おはようございます。はい。はい、おかわりありません。皆さん、はい。ロスの方は、天候はいかがなんですか？はい、今、すごく晴れていまして、日本晴れです。ああ、こっちも今日はね、日本晴れですね。もちには入ったんですけども、はい、今日は天気ですね。はい。あの、皆さん、おはようございます。また、ロサンゼルスから秋葉が放送にお邪魔させてもらっております。よろしくお願いします。ヒデの方は、今日ちょっとあの仕事でですね、あの、仕事がなかなか休みがないんで、あの、一緒に放送する機会がね、もうちょっとあったら嬉しいかなと思いますけど、はい、すいません。温度はどうですか？暑いですか？温度はすごく暑くて。すごい暑い。あ、そして湿度が低いです。あ、湿度が低い。あ、いい。湿度が低いのはいいですね。はい、湿度が低いのはいいです。でも喉が渇いて肌が乾燥してしまいます。うん、あ、肌が乾燥しちゃう。あ、そうです。体中が乾燥しますから、うん、常にあの水を飲むように言われてるんですけど。あ、脱水症状を起こす。はい、そう飲めるもんでもなくて、うん、はい、うん、あ、水はそんな飲める。いつもはスカイプやってるんですが、あのちょっとスカイプはあの音楽がちょっと難しいみたいなので、今日はあの Google プラスをあの使っています。Google プラスでうまくいくかどうかちょっとあのやってテスト放送みたいな感じですね。はい、で、あの今日テストっていうことで、あの、はい、いつもの大きめのキーボードじゃなくて、うん、今日はおもちゃのピアノで、1オクターブと半分しかない、うんうん、あの白い鍵盤が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19個しかないです。19個。あ、19個ですね、うん、あの手を乗せるとこれがおもちゃが分かるかな、うん、あ、手がこれぐらい大きいんですけど、あ、これぐらい大きいん で、この賛美歌の本自体がこう、うん、ミニサイズです。あ、いつもの賛美歌の本がどれぐらいの大きさかというと、うん、あ、向こうに置いてきてしまったんで見せられないんですけど、うん、そうですね、コピー用紙が、うん、あ、ありましたね、ここにいつもの、コピー用紙がこれぐらい で、 あ、で賛美歌はこれぐらい大きいあります。小さい方ですかね。すいません、カメラの見せ方がまだまだ下手くそで。あの鍵盤自体も小さいんでしょ。鍵盤が小さいんじゃないですか。鍵盤があの、まあ、これちょっと小さい。わかりますか。指がこれぐらいで。小さいですよね。だいぶ小さい。と鍵盤のその幅が違うと弾くときちょっと調子悪いじゃないですか。はい、そうでもないですか。調子悪いんですけど。あのいつもはこれぐらいですけど、うん、これぐらいになります。だからちょっとね、弾きにくいですよね、やっぱり、ね、今日はこれぐらいだけど、うん、今日はこれぐらい、うん、猫のような、うん、そうですか。じゃあ秋夫さん、早速でも、はい、はい、じゃあ、あの、今日はそういうことなので、
はい、はい、おもそうちゃのピアノで今日は賛美歌をはい。弾きたいと思います。はい。本当のトラディショナルの賛美歌を、これ日本の賛美歌です。日本の賛美歌。はい。聞いていきじゃあ、お願まいしす。ます。はい、じゃあ最初は、い、できるかわかんないんですけど、小さいので、あ、押しちゃった、大丈夫か すいません、押しちゃいましたね。いけるかな、いけるかな。はい、賛美歌77番の、77番の「御神は力の君に混ぜば」 っていう、つまり賛美の曲です。父なる神を称える歌でした。じゃあ、次は、280番。280番。はい、これは6ページかな、わかんないんですけど、280番と、我が身の望みはただ主に抱えりという信仰の賛美歌です。なんでですかね はい、ありがとうございます。それじゃあ、次の曲に行きます。次の曲は300、あ、すいません、間違えました。次が最後の曲になあ、ります。最後の曲な、もう最後の5曲目はちょっと練習中に時間になってしまいました。で、5曲目が慈しみ深いです。はい。Thank you.
アメン。アアメン、メン。ありがとうございました。おもちゃですよ。おもちゃのピアノです。本当の本当の、鍵盤で、電気の入らないおもちゃのピアノもありますああ、あけりますど、よね。持ってないんですよね。いつあか、お祈りしたら与えてもらえるでしょうかね、キューちゃん。あ。あれ欲しいですか？おもちゃのピアノ欲しいですか？はい、すごく欲しいですああ。ね。はい、本当のピアノも欲しいですけど、なんかちっちゃなグランドピアノみたいなね、なんかこうありますよね。はい、ベビーグランドも欲しいんですけど、そうじああ。ゃなくて、スヌーピーの、スヌーピーのおもちゃスのヌーピアピーの人が弾いてるピアノがあるんですけノ。ど、へえ。名前知らないんですけど、スヌーピーの漫画で誰かが弾いてるんですけど、そのピアノが欲しいんです。どこかにあったら、イエス様に与えてもらえるように祈りたいと思います。ああ、スヌーピーピアノですか？スヌーピーピもし、それで与えられたら放送で、アノ。ああ、いいですね。誰にもリクエストもされてないのに、放送で お聞かせしたいと思います。Google プラスの方が、あれですね、スカイプよりも音はいいみたいですよ。アウトですか。よかったですはい、ね。音声もいいし、はい。こっちの安定してる感じがしますね。音が切れたり、音が伸びたりすることで、スカイプだと難しかったんですけど、はい。そうです。こっちの方がいい感じがしますね。はい。一応もう終わりなんですね。はい、すみません、今切ったよって言ってくださった方がいるんですけど、終わってしまいます。すみません。ピアノ小次郎って書いてくださった方がいるんですけど、かっこいいですね、すごピアく。ノ小次郎。かっこいい、かっこなんよかすそうぎいて。うアニメがあるんですか？ピアノ小次郎とかいうア知ニらメ。ないです。知らない。実は秋はあんまりいろんなことを知らないんです。知らない。実を言えば、はい。アニメのことでは詳しも、いんじゃないですか？そうでもない？実は本当のアニメの方と比べると全然知らないんです。ああ。実は。小次郎って人名じゃないんだ。小次郎って何です小次か郎ってね。な、どういう意味なんでしょうね、小次郎。なんか別な意味があるのかもしれませんね。そうかもしれませんね。はい。あ、乞食しようで小次郎ですか。小じきしよう。乞食しよ小次郎がいい、よかったです。名前の。う。要するに、ピアノを乞食しようっていうことで ピアノをもらいなさいって意味かもしれないね。小じき、生主。新あ、乞小じ食き。生主のことを小次郎。あ、乞食いや、生主。小じきでは手に入らないです。おもちゃのピアノは、まず探すところからですから。はい。そんな感じで、確か、Q ちゃんのリスナーさんと、それから、バックステージの方に、小太郎さんという方がああ、小太い郎らっさしん、ゃね、かっこいいですよね。はい。秋夫さんもあれですか、アニメから撮ったんですか、秋夫っていうのは。違うんですか。いや、ちょっと違うんですけあ、ど、違ちうんょっとですか。漫画かな、どっちかっていう漫画から撮ったんですか、秋夫さん。と。なんて言うんですかね。その頃はあまり電動放送聞き立てで、何でもよかったから、なんかハンドルネームっていうことで、猫が好きだから猫にしようと思ったんですけど、秋音にしてしまいまして、はい。最近は何か信仰的に神様から思わされてること、またチャレンジありませんか？
前お話ししたことがあることかもしれないんですけど、いいですか？はい、はい、どうぞ。チャレンジっていうんじゃないんですけど、神の愛は、自分ができるとかできないっていう能力があるじゃないですはい、か。はい。それとは関係ない世界で愛されるっていうことだっていうことが分かりました。アメン。私、礼拝で、音楽を演奏していますが、やっぱり全ての賛美歌を覚えてるわけじゃないじゃないですか。はい。で、賛美歌は500何番でしたっけ？もっとこれ、日本の賛美歌でも500番台まであります。で、アメリカのは700番台ぐらいまでありますよね。だから全部覚えてるわけじゃないんで、その日弾いてくださいって言われた曲の元がどこにもなかったり、ただ楽譜通りに弾けばいいっていうものじゃないじゃないですか。皆さんがそれで歌えなければ、ただの雑音じゃないですか。帰ってない方が 歌えるじゃないですか。それで、知らない曲を演奏しなきゃいけなくなった時がありまして、礼拝の後にですね、あれじゃ歌えないじゃないのって怒られて で、本当すいませんって言ったんですけど、どうしても、その時準備の時間が、4日ぐらいしかなくて、探せなくてできなくて、ただそういう細かいことを言わなかったんです。とりあえず本当にすいませんでしたと、歌えなくなっちゃいましたでしょうかっていうふうに言って、で、その時に、その姉妹だったんですけど、すごく憤りをされてまして、だけど、もう弾いちゃった、もうまた取り返しがつきませんよね。それで、私すごく困って、その人のことすごい好きだったし、尊敬してたし、せっかくの礼拝の音楽がちゃんと歌えなくて悲しかっただろうと思いまして、でも結局自分にできることはないですね。もし本当にまた同じ状況が来たら、少しでも練習しますけど、本当にいきなり知らない曲で、どう弾いていいかもわからなかった場合、特に賛美歌は教会によっても違うし、やっぱり代々歌い継がれてきたものなんで、テンポやタイミングもその教団によって違いますから。で、私も全然違う教団の教会に、いろいろな教会で行って演奏する機会がありますけど、やっぱ全部が知ってるわけじゃないじゃないですか。だから同じ状況が来たらもう弾けなくなる時もあるけど、とにかく弾くみたいにしないと。だから保証できないです。どんだけ練習しても、これから先全部賛美歌をやろうとしても、結局自分にできることはなくて、で、また同じようなことになったら、またすいませんって言うしかないんですよ。だから、なんて言うんですかね、失敗した時のお詫びって、普通で考えると、これ失敗しました、この通り直しましたから、お受け取りくださいみたいにしませんか、普通。物を壊しちゃったら、もし弁償できるのであれば、自分でその弁償して、お詫びするっていう感じなんですけど、私の場合はもう、それ弁償もできなければ、次の保証もできないわけなんです。だから、そういうお詫びをできないけれども、でもその姉妹のことを愛してるっていう気持ちをいつも伝えようって思って、それで、こっちではよくハグとかするじゃないですか。で、礼拝の後にハグとかして、で、数週間ちょっとハグしたけど、なんかぎこちなかったんですけど、
ある時ね、その姉妹のことをハグした時に、今この姉妹をハグできていることが恵みだって分かったんです。アメン、アメ自分は許してもらえないかもしれないし、でも向こうは大人の方なので、とっくに許して忘れてるかもしれないし、その人の気持ちは分かりませんが、その自分がその姉妹を抱きしめたその瞬間に、あ、この姉妹と一緒にいられることが恵みであって、自分が自分の仕事を完璧にすることが恵みじゃないんだっていうことが分かりました。それはすごい証ですね。うん。そうですか。すごい証ですね。ちょっと伝わりづらいかもしれませんが、神の愛っていうのはそういうことで、その物事を弁償するとかそういうことはこの世のやり方で、でそれはいわゆる一種の贖いだと思うんです。自分が壊したものを自分が買い戻してお詫びするっていうことは、つまりイエス様が十字架でされたことと同じですよね。なるほど、なるほど。だからもう自分が自分の力で贖わなくても、十字架によって贖われているから、ただ私たちはその愛を、イエス様にその贖ってくださった愛を心の中で持っているだけで、それで恵まれるし、神の愛に満たされるんではないかと、そういうふうに思いました。いいですいいね、でそのす。証は素晴らしい証ですね。でもその姉妹、ちょっと遠くの学校に行くことになって、引っ越されちゃって今いないんですけど、今いない。あすごく寂しい。ー。その人と一緒にどんな状態であったとしても礼拝したかったのですが、今はちょっと離れたところにいます。そうですね。自分の力であがない、あがなおうとしたりね、自分の力でこう失敗やミスをこう、この取り繕おうとすることも必要な時もあるかもしれませんけど、大事なのは十字架によってあがないがもうすでに行われていて、まさにアキオさんの言ったように、イエス様の愛がまさに本当の償いであり、本当に人に対する取り繕いだっていう、それいいですね。それはやっぱり愛があったから、イエス様から愛をいただいていたからできたかなって、分かったかなって思うんです。どんな物事でも、物を壊したとかだったら買い戻せるかもしれないけど、どの人でも人間である限り完璧じゃないから、どうしても失敗しちゃう時あると思うんです。でもその時はもう取り返しがつかないと思うんですが、そうではなくて、その失敗の分も全部ひっくるめて十字架でにかかってくださった方がいるんだよ。その方を受け入れるだけで、全ての贖いに預かることができるんだよっていうことです。まあそんな感じでしょうかね。そして許し合うところにね、許し合うところに本当に私たちがその贖うんじゃなくて、許し合うところに贖いがあるみたいな、許しがあるような、そういう感じで、イエス様のおかげで許し合うことができるみたいなね、それが神の国という感じでいいですね。形式とか物事を正すのではなくて、ただ愛し合うってことですそうかですね。ね、形じゃなくて、やっぱり愛が大事なんだよというね。形にこだわって中身を忘れてしまってる世の中。形にこだわって本当に大事なものを失ってる世の中という感じでしょうかね。そういうのを考えていくと、自分の中でまだその
とか失敗しちゃった時に許してあげられてない部分とか、例えば仕事をしてて一緒に仕事をされている方が些細なミスとかをしてしまって、そのプロジェクトがうまくいかなくなったりとか、そういうことをすることがあったり、または自分が失敗することで物事がうまくいかなくなったりして、他の人に迷惑かけちゃったりとか、そういうことが過去にも自分の中にあったんじゃないかって。だから教会の中だけじゃなくて、教会の外でもやっぱりそういった人たちを許したり、自分がイエス様にそういうことをしてしまったんですけど、許してください、人に迷惑かけちゃって、もうそこに戻ってお詫びすることすらできなかったとしても、イエス様、許してくださいっていうことによって、その十字架の恵みに預かることが大切じゃないかなと思います。アメン、アメン。すごい伝わりづらいかもしれないですけど、ね、ちょっとどうかと思って、この前お話しした時もなんかこう伝わりが 伝わりリづスらナーくのなっ方々たはかと思うんです日けど、々聞いてるので理解されると思いますよ。いつかどこかでね、そういうふうに思っていただけたらと。秋夫さん、時間来ちゃったんですけど、最後にですね、リスナーの方々のためにお祈りしてくれませんか？はい、わかりましはい。た。じゃあ、どういうふうにお祈りしたらいいでしょうかね。何でもいいです。はい、じゃあ、今日の証にちはい。なんだ、はい。お祈りをして、神様、本当に今日も、キューちゃんの伝道部屋にお邪魔することができまして、ありがとうございます。インターネットの問題とかいろんなことがありますが、離れていても、イエス・キリストによって、集う私たちが共にイエス様のために何かをすることができることが私たちの喜びだし、そしてイエス様が私たちの喜びです。イエス様の皆を褒めたたえます。神様、私たちは人間であり完全なものではありません。人間であるから不完全な部分があって、どんだけ努力しても、失敗したり、努力に見合った結果が出せないことがあると思います。アメン。そういう経験を積んだからといって、次にまたそれができるという保証もありません。人の心も、いろいろ様々で、そして、許す、許されない、そういう中で私たちは許されないから努力するとか、ここで失敗できないから頑張るとか、そういう中で生きていると思いますが、でも本当の神様の愛はそうではない。アメン。人間は、欠けているもので、そして失敗してしまうこともある。それを許し合って生きていきなさい。自分自身の失敗だって自分自身を許しなさいと、アメ神様は言っておられると思います。そのためにも、イエス様が十字架にかかられて、私たちの罪をあがない、失敗もあがない、そしてイエス・キリストを信じる者は恥を見ない、恥を見る者は恥を見ないと、聖書の言葉のように私たちは生きていくことができます。なので、今日これを聞く方、皆さんの一人でも多くの方が、その仰ぎ見て、あ、そうか、自分の至らないところまで、皆さんがいるのだということを知ることができますように、聖霊様働いてください。アメン。人間にはどうしてもできないことがあります。もうイエス様は神様で、全能の神様で、全知全能の神様です。その神様は私たちに救いの御手を、差し伸べてくださり、また十字架にかかられてあがなってくださり、全くものと同じ衣を着せてくださるのですから、どうかそこの十字架に行くことができるように、一人でも多くの魂に語ってください、霊に語ってください、心に語ってください。主よ、どうかお願いします。イエス様の愛があふれますように、ここにいらっしゃる人々の必要が満たされ、そして、本当にどうしようもないことがイエス・キリストによって解決する日が来ますように、助けてください。主よ、感謝します。愛するイエス様の皆によって感謝して祈ります。アーアメン。メン、アメン。アーメン。ちょうど終わったところですね。ちょっとアーメンまでいかなかったんですか。ああ、大丈夫ですね。